いやー、この対戦もね、いや僕らはこの実況席でよくキービさん、コモリキーさん見るので実況も大変ですが、いや僕は大変じゃないですかね、実況しながら対戦するのってすんごい大変ですから。お、始まっていいですよ、いつでもどうぞ。お、まず曲を、そうか、お二人ともガウル表現好きって結構あのスマバトルはもうおなじみの光景ですがね。そうなんですよ、最初の選べるステージにガウル平原の終点が選べますから。そして曲を2人で曲を決めている、なんて仲良しなんだ。お、Wii U 所持者も OK が出た、これは素晴らしい、ゲームをそこまで楽しんでいるイメージ。さあ皆さん盛り上がっていきましょう、ついに始まっ、おっとマイクがついに始まってしまった、最終決戦が。さあまさに赤と青、ベヨネ、赤いベヨネッタと青いソニックがこのガウル平原の地で激突し合いますと言っておきながら、なんだこれは操作、いや操作練習か、いや始めているはずですよね、始めてますよね、はいはい始めてます、はい、お互いこれは、ま、演舞を踊っているのか、いや対戦しているという間違いない、あの目線は間違いない、対戦している、はい、お互いかなりバチバチやり合うと思いきや、マイクちょっと声大きいですかね、これで本格的に始まったというところか。さあいきなり空中技を荒れている、先ほど小麦さんと話したんですが、おー何これは、ジャンプを使ってしまっていたか、いやだが先ほどもねキュービーさんちょっと事故みたいなバーストがあったんですけど、その後逆転してましたからね、こんなものを気にしない方でありますから、これから大注目です。しかし小森木さんもこんなチャンス逃すような方ではない、前回優勝者ですからね。これはおっとバネに当たって、おっとこれはそのままバネに当たったか、なんという、あリプレイお願いします、リプレイお願いします。何分だ、1分7秒で決着がついた、最初のあの結構7秒だった、9ダメージ、与えたダメージはねもう 8倍9倍9 8. 何とか倍ありますわこれはだからキュービーさんはねこうあんま気にしないんですよね、こういう次に切り替えていくような方だと思うので、ただ優勝に王手がかかったのは間違いありません。ゴモルキーさんこれ次勝てば本当の最終決戦なしで勝者側ですからね、そのまま2連覇になります。いやとりあえず2連覇かな、はい、さあファイターをクラウドに変えた、ソニッククラウド、そしてベヨネッタミラーになりますが、3キャラ使えるコモリキリさん、今回はクラウド、 B クラスもそうですがこうキャラ変わるの楽しいですね、見ていてどうなるのか注目です。さあ選ばれたステージは砂村だ、さあ始まった第2戦目、キビさんはキャラ変えず、そして小森キリスさんはクラウドに変わった、先ほどはかなりあの事故もありましてね、はい、早いバーストでしたが今回はさてどうなるか、たまった早い、そして空中上で相手を近づけさせない、まあ、ここまではいやここまではと言っときながらバーストまで持っていかれるか、割とキューさんの目を見た最初にダメージを受けてそこから逆転っていう感じが多かったのでまだ焦るとこはないと思いつつ、このクラウド相手にそんな冗長なことは言ってられないが、下これはおっとってとりあえず崖の上に上がった、これは空へもう一発、いや下の方ならいいが上の方で食らったらもうおしまいですが、これは空後ろ、おっとそのままバスト、なんて飛び方だ、大手が、そして勝利が、優勝が近づいてきた、上強でダメージを稼ぐ、しかもリミットゲージは溜まっているぞ、依然としてクラウドより宇宙へ2回当てでダメージを稼ぐ、怖い怖い、今はそう強切りが怖かったが、ここは放てない、じっくりせ、いやーと言っていると放ってそのままバストに行ったー、なんという強さ、おめでとうございます、優勝はコモリキリさんです。いやーそのアピールも決まって、これは素晴らしい今キムさんはふむふむなるポーズかな、ちょっとこれキムさんに変わっていたのか、いやしびらけさんに変わります、はい、じゃあというわけで、キュービーさんとコモリキリさんに、まあ
優勝準優勝のまあ一言、いただきましょう。じゃあまず QB さんからお願いします。できればせっかくなんでこっちこれも次回のスマバトから小堀切さんに使用制限つけようと思うんですけども、皆さんどう思われます？賛成ですか？ありがとうございます。あ、すいませんでした。はい、承知しました。ですね、まあベオネッタのキャラ性能にここまで引っ張ってもらったんですけど、まあベオネッタを知ってる上に僕より強い小堀切さんには手も足も出ませんでしたということで、また修行して出直していきます。小堀切さん優勝おめでとうございます。以上、ありがとうございました。直してください。あ、これね。